1, 1テーマ年収103万円の壁うちのパートのおばちゃんお金は欲しいけど不要の範囲内である年収103万円を超えたくないとのことただ12月でめちゃくちゃ繁忙ということもありどうしても人手が足りない会社は俺にこう言った申し訳ないんだけど君の給料から手当てしてはなんで俺の給料から何万か渡さないといけないのか気が狂ったのか理屈としては数万円程度なら贈与で社保もかからないし所得税もかからないとのこと 氷河期世代のおじさんをこれ以上いじめないでほしいもう日本だと生活保護中中が最強だろうお疲れ様です社畜ジャパンです今日は年収1 3 0 0 0円の壁をテーマとした当事者の口コミを紹介します口コミに。 年収の壁とは、パートやアルバイトなどの労働者を悩ます制限。配偶者の扶養控除の範囲内で働きたいと考える際に、年収が一定額を超えると、扶養から外れて、所得制、社会保険料を支払うことになる。結果、年収の壁を超えてしまうと手取りが減ってしまい、パートタイム労働者の労働意欲を低下させる。社会的にも労働力供給の妨げになる可能性が高い。以下、まとめ。 103万円の壁、所得税、住民税あり。106万円の壁、社会保険料あり、例外あり。130万円の壁、社会保険料あり、例外なし。150万円の壁、配偶者控除なし。201万円、配偶者特別控除なし。口コミ3。 1995年に作られた103万の壁、最低賃金が1.7倍になったのに、未だに同じ基準で存在している。ありとあらゆる制度が昔の物価が基準になっている。インフレ時代に突入した現実を見ないとダメだ。人手が足りないから時給を増やします。時給増で年収の壁を超えるのが早くなります。シフトに入れなくなります。新人がきつすぎてやめます。地獄、QED。 これで最低賃金が1500円で1.5倍になってみろ。もう稼ぎ時である年末に誰も働かなくなる。小売りや飲食業界がガチのマジで壊滅する。口コミ4。20年近くラーメン店を経営しているが非常に厳しい。売り上げが上がっても人件費で持っていかれるので儲からない。この間値段を上げたが少し上げるだけでもお客さんが来なくなるのでどうしても躊躇してしまう。 あと最低賃金が上がるのもしんどい。この10月から50円くらい上がったのでさらに打撃。賃金が上がるとパートも不要内で働きたいのでどうしても休まざるを得ない。そして時給を上げてバイストを募集しても応募はない。パートに突然休まれると自分が出なきゃいけないのでもう社員を募集するしかないかな。口コミ5 私がパートをしているスーパーもとにかくレジ店員不足。しかも10月からは社会保険の適用範囲も広がり、会社も採用に及び腰になりました。朝の時間帯は主婦層なのでやめませんが、夕方は近くの高校生バイトでつないでいて万年人手不足。客層もよくありませんから、ちょっとお客さんに何かを言われただけでやめてしまいます。高校生のバイトなので仕方のない面もありますが。 そして私は深夜パートですが、こちらも人手不足。私が辞めたら、おそらく時短営業になるでしょう。口コミ6 104万円稼いだら応存する謎制度だと勘違いしている奴もいるわな。そもそも働きたいけど税や社保は払いたくないです。働けない人と同じ扱いにしてくださいって頭おかしすぎる。とはいえ勘違いのせいで働かないという選択をしている人間が多いのもまた事実。このまま時給が上がり続けていったら、この103万のせいで労働力不足は加速するのは確定。廃止か引き上げしかないような気もするけどさ。 30年前は半日は出てくれていたそうも、今後はタイミーで3時間とかでかなり減ってしまう。口コミ7。引用財務省ホームページ。国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐ。税金とは、年金医療などの社会保障、福祉や、水道、道路などの社会資本整備、教育、警察、防衛といった公的サービスを運営するための費用を賄うものです。みんなが互いに支え合い、 共により良い社会を作っていくため、この費用を広く公平に分かち合うことが必要です。そして財務省は、お金という面から行政を支え、国の信用を守り、希望ある社会を次世代に引き継ぐために仕事をしています。口コミ8 住んだら罰金、稼いだら罰金、老後のために罰金、買い物したら罰金、車を買ったらさらに罰金、家を買ったらさらに罰金、遺産をもらったら罰金、扶養に入っている人は103万円を超えたら罰金。遠働きしないと家計のやりくりができないのに、子供を産めというプレッシャー。世間では新次郎の年金は80歳からが大バッシング。でも正直よく言ってくれたって思う現役は多いはず。俺は老人になることすら多分できないから。40代にもなってこんな生活はしたくなかったのに。 もう、どうしようもない。口コミ、9。不要内で働いているパートです。最低賃金が上がったため、社会保険の月額8万8000円に引っかかり、契約変更となり、雇用保険は未加入。シフトの日数も減らさざるを得ない状況になりました。結局年収は103万円と変わらず、最低賃金が上がっても恩恵は感じられません。 いくら時給が上がってもパートを社会保険に入れたくないから企業側は勤務時間を削り超えたら翌月は勤務日制限結局給料は変わらないという状態です一方で穴埋めも必要なので人手不足は加速する一方口コミ10イオンの責任ではないにしろパートにとってみたら年収の壁はあまりにも厚いそのため無理やりシフトを削らざるを得ないし人件費を削りたい会社の意向もあり現場は地獄得ず 優秀な若手は当然のように辞めていくケースが多いし、中堅どころや使えないベテランも辞めていっている。新卒1年目の手取りが18万で、うちの上司の手取りが20。そりゃ人は辞めますよ、イオンさん。あと、一応賃金が上がると、それに伴って会社負担分の社会保険料も上がるので、会社も人減らしに走る。だから社員が辞めても、会社としてはノーダメージ。口コミ、11。 大学生、バイトをして月4から5万円くらいの収入です。最近はいろいろ物価が上がってしんどいですが、これ以上シフトに入ると、学業に支障が出てくるので制限。なので、日々の生活、お金はギリギリですね。ただ 月4、5万は概算すると年に55万円。仮に時給が1.5倍くらいになっても年80万円ほど。だから学生アルバイトの自分的には全く問題ないです。もちろん現状年に103万円を稼いでいる方は、労働時間が同じなら年150万円になっちゃうのでアウト。ただそういう人は同じ年103万円でも労働時間が3分の2になり、自由な時間が増えて良くないですか口コミ12。 ライブなどのイベント運営会社の正社員です。私の部署は警備部ですが、人手はアルバイトに頼りきり、バイトの構成は学生9割のフリーター1割ぐらい。 朝から夜まで働けば1万5千円くらい稼げるので学生にとってみたら美味しいバイトだと思います。ただ、ほとんどの学生が扶養家族の103万円の株の問題を抱えているため、繁忙期の夏、冬は地獄です。慣れているアルバイトが慣れていないアルバイトに入れ替わるため、現場では社員がずっとてんてこまい。学生メインの登録アルバイトが主戦力の商売は今後10年で壊滅するでしょうね。口コミ13 タイミーが上場してデータを公開したら、利用者は20代じゃなくて、40代の氷河期世代が中心だった。これは本当に残酷だったな。創業者はまだ20代後半なのに。これが資本主義。まあ学生はバイトで間に合っているし、103万円の壁があるから稼ぎに限界がある。20代後半も本職で忙しい頃だろうから、市場からあぶれた人種が行き着くのは当然か。レビュー欄とかを見ても40代ばかりだし。 隙間時間で稼いでいるというよりも、これ以外の仕事がない人が使っているという構造を。口コミ14。女は家で子供を見るんだよ。特に子供が小さいうちは。もちろん年収の壁は物価上昇もあって、時代錯誤な上限額ではある。中途半端に稼ぐよりセーブして働く方が手取りベースでまだマシなのがおかしいという主張は正ただ、これはそもそも稼ぎをセーブして仕事以外に専念してくれっていう意図があるんだよ。 家庭を帰り見ないせいで、どれだけ教育の損失が起きるか、それで学校一辺頼りのモンペが増えてモラルの崩壊。そもそも氷河期世代、外国人、高齢者、女、学生バイトと働き手を増やしても残談がなくなるだけ。口コミ15。海洋土木に関する建設コンサル業務に従事しています。 国の予算の関係で1月から3月は繁忙、ほぼ全員が会社に泊まり込み、私も家には帰れますが、0時帰宅で4時からリモートです。その分残業代もしっかり支給されるので、30代前半で年収1000万円超え。ただ、3歳の長男の面倒はいつも夫に任せており、幼稚園のお迎えで夫の顔が見えると、長男は号泣。その日は私に会えないことをすでに理解しているようです。上層教育に悪いことはわかりますが、将来も不安だし、この年収を捨てたくありません。 口コミ16103万円の壁を上げるのは害が大きいそもそも夫婦片方働けば十分食える状態にするのが先決共働き推奨で子供は増えない1低賃金で長時間働く人が増える2正規労働枠が減り平均給与が下がる3結婚後に育児をしながら働かないといけなくなる4仕事が忙しく育児の時間が減る5次の子供を諦めざるを得なくなる6少子化以下人手不足無限ループ 今の物価高の状況では、祖父母だって働かないと、自分の生活すら苦しい状況になっているんだから、口コミ17。 こういうトピックになると特定の政治家への批判とか行政への批判でうざくなるけど仕方ねえか。個人的には壁とか気にせず全力で働き倒せばよいと思うよ。男も女も学生もシルバー人材も。そもそも企業は利益が欲しいから同じ仕事量で残業制限、生産性を高めるという名目で労働者から搾取。なら自分で稼ぐしかない。自力で会社に頼らず壁も無視。一番いいのはサラリーマンをしながら個人事業主になること。副業分の社会保険料が完全に浮くから。 それは肉体的にはきついよ。でも、稼げるだけありがたい。口コミ、18。職場によって対応に差が出そうですよね。私もガンサバイバーですが、仕事は継続しています。扶養控除の範囲内であるパートだったので、ある程度の融通が効いたのかもしれません。その時の課長と支店長が良い方で、どれだけ休んでもいいよと言っていただけたのが幸いでした。3ヶ月休んで、3ヶ月働いて、その後に1ヶ月休職。 有給もマックスに残っていたので、実際の欠勤は2ヶ月ちょっと。可能なら仕事は継続できた方がいいですよね。辞めるのはいつでもできますし、継続チャレンジをベースに、ダメなら辞めるで良いです。口コミ、19。私も年金をもらいながら働き、年末調整をしました。ただ税金がものすごく引かれて驚きました。何のために働いているかわかりません。一応税務署に聞きましたが、どうも100万円を超えると税金がかかるとのこと。そして税金だけではなく、国民保険も、介護保険も。 制度も複雑だし、どれだけ働いたら年金が少なくなるのか、正直理解できません。役所に文句を言っても仕方がないことは分かっていますが、どうにも納得できませんよ。働き損じゃないですか。口コミ20。これで最後です。ドラゴン桜だっけ頭のいい奴は制度を分かりにくくして、馬鹿から金をむしり取ろうってする奴。 年収の壁とかもまんまそのケースに当てはまるよな。あと人手不足の観点から言えば、まずやるべきは仕事の絶対量を削る、または自動化なのに供給することばかり考える。高齢者や女性、学生、アルバイト、外国人と供給する側のことばかり考えても仕事が増えたら結局いたちごっこ。今後はサイゼリアみたいに徹底的に自動化する会社くらいしか生き残れないのではまあ人件費を抑えて奴隷労働させたい会社、社会とどう向き合うか。 一人一人考えにはならんだろうな。以上が年収103万円の壁をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。